ルカ・ガダニーノは、イタリアの映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。1971年、シチリア州パレルモ県パレルモに生まれる。エチオピアで育つ。1997年、短編映画クイを監督する。1999年には、初の長編映画、ザ・プロタゴニスツを監督、同年の第56回ベネツィア国際映画祭に出品されて、 フェディック特別賞を受賞する。2010年9月1日同十日に開催された第67回ベネツィア国際映画祭で審査委員長のクエンティン・タランティーノと共に審査委員を務めた。同年、アメリカ合衆国のコロラド州ボルダーで開催されたボルダー国際映画祭で前年に発表した監督作ミラノ愛に生きるが最優秀作品賞を受賞する。 ティルダ・スウィントンを主演とした同作は、クエンティン・タランティーノが偏愛する2010年の映画の4位に選ばれている。影響を受けた映画や監督に、アラビアのローレンス、サイコ、溝口健二、大島渚、鈴木清順、アニメーションの推し守る、宮崎駿を挙げている。ありがとうございます。